ちょうどよかった。電池がギリギリだったんで、ちょっとエンプティーになったんで、ちょうどもう今のうちに電池も交換して、まあこれでフル満タンなんで大丈夫でしょう。レッツゴー。ちなみにもう1階はね、ほんと、ほぼほぼ食料品だけ。ちょっと日用品とか扱ってるコーナーも、布団とかが1階に取ったかな。ですけど、基本的にはもう入り口入ったらすぐもう食品売り場があって、はいっていう感じのね。下手すりゃ今あるマックスバリューより全然あの食品売り場しかないですからね。で、2階に衣料品っていうね、昔ながらのジャスコって感じですね。もともとはね、やっぱ岡田屋呉服店ですからね。今岡田屋呉服店って言ってもうね、その当時を知る人なんてのはまあもういないでしょうけど、古い世代の人でしたらね、岡田スーパーの岡田屋、岡田屋チェーンはね、知ってる方もいるかもしれませんけどね、それでももう60超え以上かな、70歳とかそれぐらいの世代になってきますもんね。またこれ独特な交差点ですね。この先にこんな感じで交差点があるんですね。びっくりするぐらい変わらない信号ですね、ここ。そういう構造か、これわかんにくい。うわぁ、いや、今ね、看板がちらっと、写真がうまいかどう撮り撮ったら出しますけど、ね、こんな感じで、信号が青になったら交差点に行ってくださいって、当たり前のことが書いてあるじゃないですか。なんのこっちゃかなと思った。わかりました。あの先、今青になってね、プーって抜けたら先にね、信号がね、あって、それ赤色になってるんですよ。って思いますけど、その赤色の停止線が、あの先に見えとった交差点の停止線らしいですね。そういう構造か、ってね。これは分かりにくいですね。2時間もかけてあんなとこまで行くの、何がきついってね、この先しばらくいつものね、お得意のパターンですね。まあ疲れたらね、まあ満喫によって資料をまとめてながらね、ちょっと休みましょうっていうね、作戦使えないんですよね、この辺り。全くね、満喫というものがねなくてね、この作戦が使えないんですよね。これはきついですよ。あ、でもこれぐらいの坂道でも耐えれますね、こいつ。どんぐらかしら言いませんね。綺麗な方が映ってませんけどね。まだ日は行ってないですからね。間違えてそのまま旧道の方走ってますね。旧道でもないですけど、ね、国道42号線の方をね。誰もね、景色いいところですけど、こう。飛び用じゃなくて魚飛びなんですね。ラーメン建造、あの先にもちょっと面白いありますね。ここは道の駅なんだ。あ、もうほぼほぼ閉まってますね。もう時間が時間ですからね。で、崖予防の半トンネルみたいになってますよね。なんて書いてあるの、ボンベ道門って書いてますね。ホラの門って書いて道門ってですね、多分。でこっから、あ、美山に入れるんや。美山から入ろうか。本当は大瀬北から入れるんで、そっから入ればよかったんですけどね。
見事に間違えてこっちまで来ちゃいましたね。まあそこまで大きなロスではないかな。この辺りも高速バス乗り場になると思うんで、でかいね、バスセンターですね。銚子橋を渡って右に曲がっていくとまた集落があるかな、宮山の集落なのかな、これか。そういや、尾鷲のイオンは昔ながらだなと思ったのが、あのトイレが、男子トイレが1階にないですね。2階にだけっていう構造で、男子トイレは2階にございますって書いてあるっていうね。今のイオンではね、なかなか想像がつかないですけど、ね、昔のやつが、で、どうもね、ただあそこは、あの、昔は1階にも男子トイレがあったみたいなんだけど、そこをどうも、あの、バリアフリートイレね、多目的トイレに変えたみたいで、それで、男子トイレが2階しかないよっていう構造になってるみたいですけどね。まあ、それもまた面白いですよね。で、海の山と書いて、三山、まあ、この辺りを象徴する、象徴する名前ですね、主婦のお店もあるし。海と山がね、まとなりになるって、リアス式海岸の、ね、典型ですからね。あ、まあ、今から行く先の方が典型っちゃ典型か。ね、あの、島地方の方が一応リアス式海岸というイメージ。この辺りもね、山と海がね、もうまとなり合わせですからね、ほぼほぼ。これで、宮山インターに入れるのかな。どこにインターの入り口があるのかな。あ、結構渡ったとこが先なんですね。まだ300メートル先ってことですね。ここですね。山の方に入ってくの？ほうほうほう。消防署はここを曲がっていくんですね。あ、これ消防署だからちょっと開けとかんとかんのか。あ、奥に消防署があるんですね。結構新しいですね、宮山の消防署。建物綺麗だ。かな。あとはちょっとあれやったら Google あたりから拾ってやろうかな。まあ、とりあえずちょっと紀勢道の無料区間走ってそっちの方まで出ますか。カモでしたっけ、カモ、ね、では宮前、ここから入るの初めてですね。宮山インターって言っても無料区間なんで特に ETC も何もないですからね、そのまま入ってくるだけですね。まあまあ距離ありますね。温泉入ってくるわけ、わー、なんかすごいバッサリ冷めましたって感じになってますね。すごいですね。紀勢本線が走ってく、映ってるかな。ちょうど紀勢本線が走ってってますね。あ、地方学ってことは新宮行きかな。早め点灯でも良さそうですね。まあ、ちょうどトンネルです。ここからもっと来ちゃいましょう。三山トンネルね。よいしょ。紀伊長島マンボウって、また変わった。はじかみテラスまで戻ってきましたね。帰りはもうこれまでちょっと損ときますよ、うん。ちょっと気温も落ち着いてきましたね。29度か。この価格いいですね。これ安いな。島駅の方に行かんと、まだ42号を走ってた方がいいはずなんですよね。で、途中で206号でしたっけ、あっちにね、折れてく道が。
あるはずなんですよね。あ、そう、紀伊長島町ってついつい言っちゃいますけど、ここら辺も全部紀北町になってますよね。で、ここも主婦の店、この辺りまでかな、主婦の店があるのは。こっから先はもともと主婦の店の、ね、名前だったのが1号館とかに変わってきますからね。四日市が主婦ね、地盤ですけど、この辺りもまだ紀長島ってね、紀北もね、で名前からもね、あれですよ。あ、これだ、265線、300m 先ね。この道、暗くなってから行くの嫌なんだけどな。ここに道の駅、もう閉まっちゃってますよね、この時間。もうほぼほぼ閉まっちゃってますね。で、この交差点を曲がってったら、曲がってったら、一応これは熊野古道のあれになってるんですよね。さあ、トンネル出てきました。孫太郎トンネル。暗いトンネルだな、昔ながらの。おお。この辺りがいわゆるギリギリ外海になってくるから、まあ島地方の南側、南伊勢の辺りもね、まあ熊野灘の方になりますからね。孫太郎ステーション、なんかいろいろプールとかもあるみたいですね。へえ。ここは自転車道に一応なってますけど、はあ、自転車走りにくいでしょうね。マックは言ってましたね。この辺りってでもマックってどこにあるのかな。紀伊長島ってマックありましたっけ。さすがにあるか、紀伊長島に。鳥羽にはあるんですけど、島市にあったかな。マック、だいぶ登りますね。よいしょ、265線ね。暗いぞこれ。おお。いや、暗いだろこれ。多分カメラはね、まだ明るく映ってるんじゃないかな。これ暗いぞ。おい、これで大気町ね。はい、大気に入ります。大気町もキーになりますよね。まあ、あのキーのキーになってますから。おお、屋敷海岸は見えるけどカメラには映らない。わざわざ見つけることもできない。いや、何のためにこれを撮ってるのかもうわけわからなくなってますよね。うほほほほね、もうこんなところ絶対日暮れてから来たくないでしょ。もうこの時間でもめちゃくちゃ怖いですよこれね。街灯も全くないですもんね。ここのトンネルに立っちゃもはやライトついてねえぞ。おい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 いや、まあ前後も車ないんでね、マイペースに走らせてもらってます。いや、曇ってきましたんでね、湿度の兼ね合いかな。いや、チャリンコサイクルロードみたいに言ってますけど、これはね、これサイクルするのは相当難易度高いでしょう。よいしょ。一応海側にはね、さすがちょっと、島に寄ってきたということでね、海苔とかね、あとアコヤ貝育てるようなね、あの海の田んぼみたいなやつがね、ガラガラガラってね、いっぱい、敷かれてるのが見えますよ。もうこの辺りは完全なリアス式海岸のね、磯でになってますからね。よいしょ。霧が上がってますもんね。なんかすごい雲が増えてきてますよね。
すごい あんなに青空だったのに。まあ全面展望を撮るのには全く不向きになってきましたね、これ。私の価格はまだいいんですけどね。いや、これは見にくいや。私の価格はいいんやけど、多分カメラも全然これダメじゃないですか。よいしょ。ちょっとデフラスター効かせて大丈夫かな、大丈夫かな。デフラスターとか外側に付きますからね。ちょっと漁港がね、この横になってますね。これなんか津波対策が大変そうですね。あ、コンビニもあるんだ。あ、これはしかし。でもダメかな。ダメっすね。多分外の湿度が相当高いんだと思います。まあ、デフロスター効かせ始めて外気にしたらすごいちょっとジメッとした風が、エアコンかけとってもちょっとジメッとした磯の香りがしてきましたからね。よいしょ。磯の香りがするのはいつものことですよね、この辺り。ちょっと窓開けてみようかな。あ、だいぶ湿度高いな。うん。これはちょっと、山抜ける間、ワイパーとの戦いになりそうですね。あ、幸い、前後の車もないんで、ちょっとマイペースに。行けてるのがいいですね。後ろからね、つつかれたりね、するたりし、前におったら前におったらね、まあ、このカメラのね、編集が楽ですよね、前におらんと。で、漁港って言っとったら、もうやこの山あいですからね。わー、だいぶ雲出てきたな。これ、雲の中で霧がかるとか嫌なんだけどな、本当にちょっと、山見て。ちょっと、曇りも落ち着きましたかね。橋の補強工事、あー、はいはい。大掛かりな工事やってるんですね。え、彼らどっち行ったんや。まだ42号になってるんでダメですね。これだとまたさっきのところに戻っていっちゃいますからね。多分さっきの方に戻っていっちゃうんで、こっちに行かないといけない。こっちが、この端っこみたいな感じの方が国道ですからね。言っときますけど。さっきの本線みたいにずっとなってるのはあれ、県道ですからね。いやー、だんだんこの辺りから、この国道の扱い方がだんだん分かってくるんじゃないかな。紀勢南島村ですね。まあ、暗いな。え、これ海か。もはや、ちょっとした、渓谷みたいになってますけど、海なんですよね、この辺り。まあ、何せね、入り組んでますからね。この辺りは何集落かな。ちょっとさすがに私も全然ピンとこないな。大王寺はもっと先のはずですからね。よいしょ。大王寺はだって下市ですよね。違ったらごめんなさい。それだとこっちの方ではないです。岬がありますからね。灯台もありますから。うん。さあ、本格的に暗くなってきましたよ。まあ雲も出てるんで、日もね、日の光でも余計入りにくいと。でも日も暮れる時間ですからね、この辺りは。私、まああれですね、海釣りができるんでしょうね。まあここら辺も国立公園です。あ、ここはちょっと明るいな。まあ、今のトンネルと比べるとダントツで暗いんでしょうけど、それでもこんだけ明かりがついてるだけで明るく感じますからね、さっきまでのトンネルと比べると。島まで55キロ。55キロ。ちょっと待って、ちょっと待って、55キロか。ちょっ と遠くないか。古和裏漁港、まあ、地元の人もあれですよね。まあ、親戚も集まってるしね。まあ、今日はちょっとここら辺食べに行こうかっていうところの人も多いんでしょうね。こういった、もう暗い、もう暗い。これ歩道ありますけど、
中にここ歩くっつったら相当な肝試しになりそうですね。普段はこのカメラ置いてる下にね時計が見えるんですけど、かさ増ししてる兼ね合いでカメラでその隠れちゃってましてね、時間がね、ちょっとわからないと。これもちょっと今後の改善点かな。下手したらこの時間でも最終バスかもしれませんね、この辺りは。ふれあいセンター南東だから伊勢志摩の、まだ41キロとか出てますよ。ああ、鳥の、これは、これ、ここ火葬場なの？嫌ですね。こんな真っ暗なところの山の中で火葬場って言われたら、ねえ、なんか、ちょっと出そうな雰囲気が出ますよね。最近結構そういう話題多くなりますね。まあ夏ですしね、お盆ですからそういう話題がまた増えるんでしょうけど。どうなんでしょうね。私はね、ちなみにもう全く見えない人間なんですよね。そういった霊感スポットとかみたいなところね、なんかチラチラと行ったこともありますけど、全然見えたことはないですね。ただ単に、順に、いや、暗すぎて危ないやろみたいなところ、これ、うわぁ、いや、単純に怖いよ。なんだよこのトンネル。思わず怖くてハイビームにしましたけどね。それだって真っ暗っすよね、ここの道。いや、ハイビームにしたくなりますよね、これだけ暗いと。すいません、ハイビームにしようかな。あんまり、あら、入り組んでるんで、あんまりハイビームにした話する点もあんまり意味ないのかな。微妙かな。ハイビームにするとっていうところもありますけど、うわ、これはさすがにないぞ、怖い。いや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 、ね、これ夜に来る道じゃないでしょ。これちょっと霧がかってきましたしね。うわ、は出なくても動物出そうっすからね、これ。一回名阪国道で走っとったらね、ど真ん中にね、鹿が出てきてね、かなり焦ったことありますけどね。もうとっさに、追い越し車線の方確認したらね、追い越し車線の方車全然来てなかったんで、これ幸いにね、グイッて避けましたけどね、追い越し車線も。あれは危なかった。一番危なかったのはあれかな。他にも鹿が出てきたことはちょいちょいありますけどね。名阪国道はいかんせんスピードが出ますからね。あれが一番怖かったな。40キロ制限ってなってます。40キロも出せませんよ、こんな道にも。めちゃくちゃカーブ急ですしね。お、バス赤いそうか。あのトンネルバス行くの？それなりに下に降りてく集落があるみたいですね。コンビニの人とも出てきやせんからね。ね、もしね、東京のね、ど真ん中でね、ステイホームしながらね、水を汚れる方がいましたらね、いいですか。これが This is 地方ですよ。さあ、まあ、地方でも海側ずっと走ってると集落がポツ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 出てくるんで、いいですよね。これ山の方に入っておくと本当に、まあここも山っちゃ山なんですけどね、もうあのリアス式海岸なんで、いやこれ、ここはまだ明るそう。ああ言ってた、ローソン出てきた、よかった。ローソンあんだ、これ。何このローソン。なんだこのローソンは。ん、なんかいろいろなんかおかしいよな。ちょっと休みがてら、休みがてら休んでいくと思いますけど、よいしょ。
言うてね、あの道疲れるんすよ。あと今どのあたりになるかもね、確認したんですけど、いやー、こんなとこローソンできてたんですね。コンビニの人と前やしねって言っとったら出ましたけど、ただこのローソンおかしい、おかしい、おかしい。なんだこのローソンは。